墨入れした塗料が乾いたので、この溶剤を使って飛び出した塗料を拭き取っていきたいと思います。綿棒を使って拭き取っていきます。こんな感じに塗料がはみ出てしまっているところを、綿棒できれいに拭き取っていきたいと思います。拭き取りが完了しました。で、これから艶消しスプレーをかけたいところなんですけれども、これ、設計図、よく見てたらですね、ちょっとデカールで、表現するところが何箇所かあるんですね。どういうところかというと、ですね、これでいくとですね、まずここの、この赤い部分、足のですね、この赤い部分がデカールです。で、さらに、こういうところ、これもデカールなんですね。なんか穴を塞ぐような感じでデカールを貼らないといけないんですけども。で、それから腰の部分の、この付け根の、この部分ですね、白い部分もデカールなので、こちらを貼っていきたいと思います。設計図通りに貼ってはいるんですけども、デカールなので隙間が できちゃうんですね。これを折って貼っていくような感じなので、それで、塗装ができる人は貼らないと思うんですけども、できるだけこれはちゃんと塗装ができる人は塗装した方がいいですね。貼るとですね、こんな感じになってるんですよ。こっちが貼る前です。この白い部分にこのデカール貼ってるんですけども、なんかやっぱこう墨が綺麗に貼れてないので、下地の白い部分が出たりしちゃってるので、できれば塗装で仕上げたいところですね。塗装できないですけど、塗れる人は、できるだけ塗った方がいいと思います。で、続いてはこのパーツですね。このパーツの、この穴を、デカールで塞ぐような状態ですね。赤い縁に黒の、真ん中黒のデカールでこの穴を塞ぐような形で、貼っていきます。これ組み立ててから？あ、すいません、間違えてました。組み立ててからですね。この穴を塞ぐような形ではなくて、これがここに入るんですけども、この中のパーツに貼っていく感じになります。貼るのはこちらのパーツですね。この出っ張りのところがあるんですけども、ちょっと見にくいかもしれないんですけども、こちらの、こういう出っ張りのところに、貼っていく感じですね。よかった、これ穴塞ぐのかと思ってびっくりしました。残りのデカールも、綺麗に貼れました。不器用な僕でもそこそこなんかまともに貼ることができました。で、こっちの、さっき言ってた、こっちの、最初このパーツに貼りますって言ってたやつはこっちですね。に貼ったので、これをこう、後で被せると、この貼ったところが、中から出てくる仕組みですね。で、本当はこれ被せた後に貼るのが、設計図の、書いてある形になるんですけども、僕の場合は、ウェザリングマスターで後でこう、着色したりするので、これが入ってしまうとこう、ちょっと、スポンジが届かなくて色が濡れないかもしれないので、先にこの下の方に貼って、それからフェザリングマスターでこう着色した後に、これを被せるっていう、作り方にしてます。で、あともう2つ箇所、この腰の部分のパーツに、今これ白い部分あると思うんですけども、この白い部分が、こちらのデカールを、貼った分になります。結構こう巻いて貼らないといけないので、そこちょっと大変ですけども、不器用な僕でも大丈夫な感じです。で、一応これで、墨入れと、こういった、デカールの貼るのが終わったので、今から、これを、艶消しスプレーをかけて、それが乾いたら、レザリングマスターで着色しつつ、組み上げていこうと思います。